伊伊直おは、幕末の普代大名、大海彦根藩の第十五代藩主。幕末期の江戸幕府にて大老を務め、開国派として、日米修好通商条約に調印し、日本の開国、近代化を断行した。また、強権をもって、国内の反対勢力を粛清したが、それらの反動を受けて暗殺された。幼名は鉄之助、後に鉄三郎、忌名は直お ガ号には、梅記者、竜王者、竜和者、緑者、総刊、無根水がある。大国を行って、以降は、イーの赤鬼のあだ名でも呼ばれた。生誕地文化12年10月29日、第十三代藩主、イータ田中の年をとして、大見国犬神軍の彦根城二の丸の月御殿で、生まれる。母は、即室の君た富、父の隠居後に生まれた諸子であった。 父の死後、三の丸お松町の屋敷に移り、自らを花の咲くことのない埋もれ木に例え、梅記者と名付けた邸宅で17歳から32歳までの15年間を300票の部屋住みとして過ごした。この間、大見市場村の医師である三浦紀太安の紹介で、長野義こと,と師指定関係を結んで国学を学んだ。また、熱心に茶道を学んでおり、茶人として大成する。 その他にも、和歌や、鼓、禅、平学、居合術を学ぶなど、聡明さを早くから示していた。校歌三年、第十四代藩主、井井直明の養子師となっていた直本が死去したため、江戸に召喚され、直明の養子という形で、彦根藩の後継者に決定する。以降、聖師として、江戸に住まい、直明の在国時は変わって、江戸城ダメ館に出資したり、 た大名家と交流を持つなどの活動を行っている。後年の将軍。軽視問題における直助の行動指針となった。価格や血筋を重視する姿勢は、この頃に培われたとされる。嘉永三年十一月二十一日、直明の死去を受け、家督を継いで藩主となる。藩主となった直助は、人事の刷新に着手した。国元にいた。 直明のそば役三名を直明の病状を自分に知らせなかったことを理由に悲免があるいは役外とし、筆頭家老、木又守駅を職務怠慢を理由に悲免し、隠居禁止処分とした。彼らの公認には、任位の新領など、長野義子との門人や部屋住み、四次時代からの側近など直おすけに近い人物が当てられた。加盟3年12月2日、直すけは、 家中に向けて八課状の書き付けを出した。その中で直助は、藩主、藩士、領民の一話を解いて、藩士には、積極的な意見の上進を奨励し、優位な上進や職務に精霊する。藩士には、交渉、人材登用の道を示して、家中の意識向上を図り、そうした人材を育成するための反校や、家族の役割を重視する姿勢を示した。また、同日、 冒険、直明の異名であると称して、半金十五万両を市民に分配した。これは、父、忠中が家督相続した、際の前例に習ったもので、直明の異名としたのは市民に、評判の悪かった彼の悪名を払拭し、直助の知性の始まりを宣言する狙いがあったと、されている。嘉永四年六月十一日、直助は、藩主として、彦根に初入部した。 帰国した直助は9月15日からの5日間、愛知軍、神崎軍の村々を巡検した。以降、領内巡検は、直助在国時の恒例となり、安政4年までに9回行われ、領内のほぼ全域を検分している。開永5年、丹波亀山藩主、松平信秀の次女、政子をめとった。この年の4月、長野義ことを彦根藩主として召し抱える。以降、 長野は、直助の側近として活動し、また、藩の重役の多くが彼の門人によって、締められるようになる。嘉永6年6月8日、帰国したばかりの彦根で、黒船来航の一報を受けた直助は7月24日に、江戸へ出府した。これに先立つ6月26日、老中主座の安倍正宏は、アメリカ合衆国の国書の写しをため詰め、ため詰め格の大名に示し、 アメリカの要求に対する対策を諮問してきた。ナオスケは8月10日に提出した意見書で、天守の邪教を防ぐという国益があると鎖国の継続を主張していたが、8月29日に提出した2通目の意見書では一転して、現状での鎖国の維持は無謀とし、積極的な公益と開国を主張している。ただし、この意見書の後半には、海軍力を整備し、 遠洋を公開できる技術を得れば、辞儀を得て、鎖国に戻すことも可能と記してあり、このため直助は、もともとは鎖国論者であり、彼の開国論を政治的方便とする説もある。安倍正宏は、幕星を従来の不代大,大名を中心から、夕飯藩,藩主との連携方式に移行させ、成明を解剖係顧問として幕星に参与させた。成役は上位をたびたび、 強く唱えた。しかしこれは、ため爪の筆頭であり、また自ら開国派であった直助としては許しがたい、ものであった。直助らだめ爪諸侯と、安倍正宏や徳川成明の対立は、日米和親条約の締結をめぐる江戸城最古の間での討議で頂点に達した。安政2年3月、アメリカから日本宴会測量の要望があった。 幕府内は拒絶か容認かで二分されたため、安倍正宏は成明へ諮問し自体の収集を図ろうとした。成明は安倍に、開国、通称派の老中、松平の前、松平忠し方の二名への更迭を要求し8月4日に、安倍はやむなく、両名を老中から退けた。10月9日、安倍がため詰め格の下宇佐桜藩主。 堀田正まを勝手がかり老中に推挙して、老中取座を譲ったことで対立はひとまず収束したが、これは、常然と、中方の悲鳴に対して、直助を筆頭とするため詰め諸侯が一し報いた、形と言える。ただし、堀田自身は一つ橋派であった。安政4年6月17日に、安倍正弘が死去すると、堀田正まは直ちに、松平正方を老中に再任し、 ため詰めの意向を反映した、堀田正都松平正方の連立幕閣が形成された。さらに直助は、第十三代将軍、徳川家貞の軽視問題では決闘を重視する、立場から、奇襲藩主の徳川義富を推挙し、一橋義信を押す前、い、戸藩主、徳川成明一橋派との対立を深めた。安政四年十月二十七日、アメリカ総領事、 タウンゼント・ハリスが、江戸城にて、将軍、イエサダに越見し、大統領フランクリン・ピアースの新書を法廷し、公使の江戸駐在と通称条約交渉の開始を要求した。幕府は諸大名や直んに、大統領新書とハリスの向上書の内容を開示し、公使駐在と条約交渉開始の是非についての意見を求めた。前任拒否と意見が割れる中で直すはため詰め休を。 結束させ、交渉を許容する、胸の意見書を連名で提出した。幕府は、開国を決定し、12月17日より全権となった下田奉行、井上清次家と、目付、岩瀬忠成がハリスとの交渉を開始。翌安政5年正月8日、堀田正都が、直居創生のため上落を命じられた。就任直助が大老職就任にあたり自身で書いた。 生死の控え。安政五年4月21日、公明天皇からの条約直拒獲得に失敗した、堀田正都が江戸に戻り、将軍、家貞に復命した際、堀田は、福井藩主、松平義長を大老につけてこの先退所したいと、家貞に述べたところ、家貞が、家柄からも、人物からも大老は、家門頭しかいないと言ったため、急遽、直助を大老とする。 要将軍周辺が動いた。4月22日には、岡地頭、薬師地元新が、彦根藩邸を訪れ、水不老公が家定を押し込めにして、一橋義信を後継に立て、実権を握ろうとしていると一橋派による、クーデター計画の情報をもたらした。直後に、老中から御用召の宝書が直助のもとに届けられた。四月十三日、登場した直助は、 老中から大老職拝命を伝えられ、大老に就任した。直助は、同日から、お用部屋に入って、執務を始め、畳の温まる間もなく、解剖策についての意見を述べられたので非常に、驚いたとの幕府有必役の証言が残っている。条約調印と、将軍刑視の決定、直助自身は、直挙なしの条約調印には反対であった。6月中旬、新国で、 アロー戦争が急戦となったことをきっかけに、ハリスは神奈川沖まで開港し、戦勝の勢いに乗った英仏連合艦隊が日本に来航し、前年に結ばれた下田条約を超える内容の条約を要求してくるであろうから、速やかに米国と条約を締結して、これに備えるべきと勧告してきた。これを受けて6月18日に行われた幕閣会議では、直オと赤年寄り、 本田忠則のみが直居を得てからの条約調印を主張した。急ぎ直居を得る間、調印を引き延ばすようハリスと交渉するため、井上清史家と岩瀬・忠成を派遣したが、即刻の調印を目指していた井上と岩瀬は、やむを得ない場合は調印していいかと直助に尋ね、直助は、その場合はいたか方ないが、できるだけ引き延ばすようにと答え、列強から、 侵略戦争を仕掛けられる最悪の事態に至るよりは、直挙を待たずに調印することも、かとした。これを受け、井上と岩瀬は調印承諾の現地を得たと判断して、6月19日に防波坦号のハリスの元に行くとその日のうちに、日米修好通商条約に調印した。直挙を得られぬまま条約調印が行われた事態に、直助は退老辞職の意思を、 宇つき警服ら側近に漏らしたが、宇つきらに今辞職すれば一つ橋羽織りするだけであると還元されて本意している。6月23日、直助はこれまでの朝廷工作失敗の攻めで、堀田正俊をまた対外交渉にあたって朝井を全く意に返さなかった攻めで、松平正方を共に老中職から罷免し、代わって大田助春、真部昭勝、松平城、 全の三名を老中に起用した。6月24日、徳川成明、松平義長と水戸藩主、徳川義厚、尾張藩主、徳川義久が江戸城に無断で途上した。成明らは幕府の一直調印を非難し、事態収集のため一橋義信を将軍警視とすることと、松平義長の大老就任を要求したが、入れられなかった。翌十五日、 幕府は徳川義富の将軍軽視決定を公表した。7月5日から6日にかけて、幕府は成明4名と一橋義信に隠居、禁止、途上停止などの処罰を行った。義富はなお徳川家持と改め、12月1日に将軍宣言を受けた。安政の大国安政5年7月6日、朝廷から幕府に、 条約調印の経緯について、誤算や、大老のうちから一名を上京させて説明せよとの、沙田書が届くが、幕府は、先の藤戸城に対する見と、終わり了刑の処分と大老の公務判断を理由に、これを廃止し、代わりに、老中、真鍋昭勝と新任の京都書次第、坂井忠義を上京させることした。直助の対応に憤った薩摩藩主、島津成明は、 半平2500人を引き連れて上京し、五章を守護して、幕府の無直居調印を正す直居を得ようと計画したが、半平軍事調連中に飲んだ水に当たり、急世した。失意のうちにある上位派の再起を図るべく、薩摩藩士と共に、三戸藩士らが、朝廷に働きかけたことがこうそうしたのか、公明天皇は、安政五年八月八日、土の絵馬の密直を、幕府のほか、 諸藩に改装するようにとの添え書き付きで、水戸藩に目出して、幕府政治を非難した。直助はその中で自身が非難されて京都まで謝罪に来るよう指示されている点にはあえて触れず、朝廷がこれまでに発出してきた直京幕府が苗頭にしてきたことを受けて、今回は朝廷が幕府を無視して一藩に全国諸藩を取りまとめるよう指示を出したその形式を問題視して、 これを幕藩体制を無視し、社会秩序の崩壊につながる行為と断じて、水戸藩に直所の幕府への返納を迫った。この形式は、前代未聞の朝廷の政治関与である。として幕府は、厳しい態度で取り調べを進める。長野義ことからの報告により、直助は、密直効果の首謀者を、梅田雲賓と断じて、諸子大、坂井忠義に捕獲させた。さらに、 マナベ・アキカツに命じて密直に関与した人物の、摘発や、証言の収集を進める中で、ミトハン・キトルス協約、ウカイ・キチ門から同伴家老、安ジ立タテ同伴奥優筆、カヤネイ・之ノス及び、薩摩藩士、草壁・ソウジに宛てた密書を押収して、薩摩藩兵の武力による倒幕など、反体制的な行為の計画が露見し、また全国に放った密帝からの情報等から、 多数の死者見分け、同情家の家臣が捕獲され、彼らは12月5日から翌年2月25日にかけて3度に分けて江戸へ護送された。この間に直助は、水戸藩に密直の返納を命じる朝宗を仰ぐよう学部に命じ、学部による工作が功を奏して、安政六年2月6日、旅重なる幕府の比例に対する天皇の怒りは、懲会した、として、 密直返納を命ずる直所が幕府に下った。水戸藩内では、尊王上位派の中でも、直所返納の幕名に従うべし、とする恩憲派と断固直所を包帯すべし、とする過激派に分かれて、相争っていたが、過激派が直所返納に断固反対して、水戸街道沿いの小金塾、長岡塾に屯集して、直所の幕府への返納を強行に阻止した。 2月17日から4月22日にかけて、土の絵馬の密直に関与した、苦行、皇族への処分が順次行われ、昭霊院宮、孫雄入道新王、三条佐根積、二条成幸らが隠居、落職、謹慎などに処された。8月27日、徳川成明に英知居、徳川義厚に差し替え、徳川義信に隠居、謹慎。 水戸藩蓮市の三藩主に、県籍の処分が下った。また、これに関連して11月23日に、お市藩主、松平忠国に養子し、忠則の離息が命じられた。死士たちへの処分は8月27日、10月7日、10月27日の3度に分けて行われ、切腹、死罪、遠藤、重追放などの処分が下った。 松平義長の回顧録、一時司法には、橋本佐奈らについて、表情書から、流罪や追放、栄一挙が、打倒との意見書が、大老家門頭に提出されたが、数日後に、死刑の不殺がついた書類が戻ってきたとあり、厳罰の背景に直す家の意向があったことが、伺われる。処罰は爆心にも及び、旧一橋派の岩瀬忠成や、赤和路敏明、水野忠則、 長井久志らが、吉野武養律に奔走していたことを罪に問われ、免職などの処分を受けた。閣内でも、直助の厳罰方針に反対した老中の歌、助春、久世広金、寺社奉行、板倉勝清らが免職された。さらに京都から江戸に戻った後、直助と政治方針をめぐって対立を深めていた、真鍋昭勝も悲鳴された。こうした政策は、 尊能上位派など、反対勢力から強い反感を買った。安政6年12月15日、直助は、若年寄の安藤信幸と共に、江戸城において、徳川義康に三日以内に、土の絵馬の密直を返上するよう申し渡した。この催促は、数度にわたって続けられ、ついに義康は、父の成明と相談の上、直を幕府に返納することにした。十二月二十日に、 水戸城で代表城が開かれ、直上の幕府への返納はやむなし、と決した。ところが、水戸藩市民は、直所の返納を阻止、あるいは朝廷に直接返納すべきとし、尊上撃派は、直所の江戸降下を阻止しようと、小金塾、長岡塾といった水戸街道上の江戸への養老に、駐屯して、規制を上げた。安政7年1月15日、直助は、 安藤信之を老中に昇進させ、この日に途上した吉安に対して重ねて、直の返納を催促した。そして1月25日を期限として、もし遅延したら、移植の罪を成り明きに問い、水戸藩を解役するとまで述べたという。これが、水戸藩の藩士を奮撃させるのに決定的となり、水戸を脱藩した高橋大一郎や関鉄之助らによって、直助襲撃の防御が繰り返された。 三戸藩脱藩同士らの不穏な動きは、幕府も察知はしており、2月28日にはかつて、三戸藩邸に上司として赴いたことがある、吉井藩主、松平信一が直助を、外、桜田邸に訪ね、脱藩者による、襲撃の恐れがあるため、大老を辞職して、彦根に帰り、政情が落ち着いてから出資すべきと勧めた。また辞職。 帰国が嫌ならば、重視を増やして一万一に備えるように述べるも、直助は受け入れなかった。万円元年三月三日ごつ半、直助を乗せた籠は、雪の中を、外桜田の判定を出て、江戸城に向かった。友回りの勝ち、足軽、造り取りなど六十四名の行列が、桜田門外の木月判定の門前を通り過ぎようとしていたとき、 関鉄之助を中心とする水戸脱藩同士17名と、薩摩藩士、有村寺左衛門の、計18名による襲撃を受けた。最初に、単銃で撃たれて、重傷を負った直助は、籠から動けず、友回りの一部は老狽して遁走し、籠を守ろうとした彦根藩士たちの多くは、檻から降り始めた雪を避けるために鞘に取り付けていた。塚袋に邪魔をされ、 抜刀する間もなく四角たちに切り伏せられた。四角はカゴに何度も刀を突き刺した後、瀕死の直オをカゴから引きずり出し、首をはねた。去年46。この事件を桜田門外の変と呼ぶ。この日、彦根藩半蕎麦役の宇月左近は、直オのカゴを見送った後、気上に開封された書状を発見した。それには、水戸脱藩の老子らが襲撃をくわてている。 胸の警告が記されており、うつきが護衛を増破しようとしたとき、教法がもたらされた。直助の死休は現場から有村寺左衛門のによって持ち去られたが、戦闘で重傷を負っていた有村は若年寄り、遠藤だね到底門前で自陣したため、首は遠藤家に引き取られた。事件後、いい家はこれを友侍の首と称して取り戻し、銅と縫い合わせた。 事件直後から直助の死を秘匿するための工作が行われた。同日中に直助名義で幕府に提出された届け書には負傷したのでひとまず規定したとある。将軍、家持からは見舞いとして、高麗人参、氷砂糖、鮮魚が届けられた。この間、幕府は彦根藩に対し水戸藩への報復など過激な行動に走らないよう何度も遺留している。 三月開日、直助は大老職を正式に免じられ、うるう三月開日にその死を公表された。いい直助母母書は、いい家の母大事である、豪徳寺。前述のようにその死がしばらく被されたため、母碑に記された没日も実際の三月三日とは異なり、表向きの三月二十八日となっている。海明、総管院、竜明覚王は、生前の直助が考えていたものである。 また、直助が襲われた場所でその血が染み込んだ土を、家臣たちが俵に詰めて、彦根に運び、天命寺に納め、後世そこに供養塔が建てられた。他に当時彦根藩の飛び地であった、下屋国佐野の天王寺でも祀られている。あと、次男、井伊直則が継いだが、これも3月10日に幕府に着手とする旨を、届けながら4月28日に至って、 ようやく家督相続を許されるほどであった。その後、文久の改革で、半直助派であった旧一橋派が政権を取ると、彼らは直助の政治を咎め、文久2年11月20日、幕名により、彦根藩は10万国原宝されている。直助は一貫した上位論者であったとする説が、石井隆によって唱えられている。石井はその詳細として、以下の点を挙げている。 日本開港100年記念日程、ありがとうございます。